上秋先生に引き続きスタジオに残っていただいております。改めてご紹介いたします。神戸学院大学教授、上秋宏先生。先生、よろしくお願いいよたろししくまお願いします。す。僕らもですね、なんて言うんでしょう、一つのテーマで長く話して、先生ともあることなんですけど、もう6時間、7時間、8時間とか そういうことあるんですけど、一つのテーマが終わってからですね、先生、あれもやっぱりやりましょうなどと言いつつですね、もう超短期間でスタッフが一生懸命頑張ってですね、パポも作って、別テーマを やるというのを、そういう形でのダブルエンド初めてなんで、珍しいことですが、お付き合いください。よろしくお願いよしろましくおす。願いします。財務省が学園側に売却金額を提示していたと、佐賀理財局長らの国会答弁虚偽の可能性と、前理財局長ですね、今、国税局長官ですからね、栄転、許しませんよ、こんなの。ね、国民に嘘をついたら出世できる世の中でいいんですか、そんなことは許しませんよと、上秋先生が告発しているということなんですけど、ちょっと参りたいんですが、近畿財務局が森友学園側に金額を提示していたと、いうことなんですね。これちょっとお話、順番に聞かせてもらえるとありがたいそうなですと思ね。います。はい。ここにもあるようもしよに、かったらこれをお使いくださかつ多くの国民がご存知のように、国側、この場合は佐川さんをい。中心にして、一貫してですね、交渉記録については破棄しました。で、不当な働きかけも私たちは一切ありませんでしたと言ってるんですが、国民から見ると、もうすでにご承知のように、国有地については、8億円も値引きがされたという点で、みんな不信感を持ってるわけですよそうですね。よね。で、そんなバカなと。そうなんですよ。で、そういう中で、ずっと国側は、前のその理財局長さんを中心にして、一生懸命ですね、不正はなかったですよ、説明しようにも記録がないんですよって言って、僕から見ると逃げた逃げ答たん弁ですよをね。されてるんですね。はい。ところが、私たちが告発したことは後ではちょっとご紹介させていただきますけど、先日 NHK が、これはもう大スクープだと思うんですけれど4月も、26日ですし。26日の放送で、その2016年の3月24日に、実はその森友学園側とその財務局側で、このさっき言った国有地の売買についてですね、どうも価格の交渉が行われていて、それも国側である財務局の方から学園側に具体的な金額を伝えていたんじゃないかと。え？っていう話ですよね。そうですこね。れ後でも出てきますけど、常識で考えれば、国側がわざわざ学園側にですね、具体的な金額を教えちゃってたという話ですよね。さらに、その国の国有地の売買について、ご承知のように、これ、最初、一括で売る前には、10年の分割払い。すごいですね。そういう分割払いになったことについても、2016年の6月1日に、国側である財務局が売買契約書の案を盛り込んで学園側に提示していたということが、はっきりしてきたと。これだから、ゴミがあるからということを理由にしそうですて、ね。見つかったから、そうです。だからしょうがない、瑕疵があるから、だから値引きせざるを得ないんだというような話だけれども、そもそもこの話だと、とにかく森友側に買わせるために、じゃあどんだけ値引きすればあなた方買えるのっていうふうに持ちかけたって話ですよね。普通は値引きっていうのは、こっち側から負けてもらえませんかねって言って、いやいや、分かりませんかなって言ってるのが普通の話なのに、逆のことが起こってると。です。
で、この次に出てくるところを、はい、見ていただくと、はい、もう露骨です。露骨です、うん、これが財務局担当者たちの、ね、これさっきも出てきた2016年の3月24日の協議の中で、はい、その国側 の、 その財務局の担当者が、森友学園側に、うん、いくらまでなら払えるんですか、うん、お金のない人にあんたいくらだったら払いますかってすっごいまずサービスをされてるわけです。そうですよね。